前橋市立春日中学校は、群馬県前橋市城、里利町にあった公立中学校。2021年に前橋市立広瀬中学校と統合して、前橋市立名桜中学校が開校。それに伴い2021年3月31日に閉校した。高い学力と豊かな人間性を有し、心身ともに健康で実践力のある生徒の育成2008年に策定された前橋市立小中学校の適正規模、適正配置基本方針により、生徒数の減少などを理由に数年以内に前橋市立広瀬中学校と統合され、校舎は現春日中学校用地を使用する計画が示された。その後、2011年に行われた春日中学校と広瀬中学校両校の校区全世帯を対象にした意向調査の結果、回答した世帯のうち 93.8% の世帯が学校の統廃合を検討することに賛成の意思を示した。しかし、広瀬中学校の地区内が前橋赤十字病院の移転先として誘致を行っていることなどもあり、委員会の全体的な意見としてまとまるまでに至らなかった。そこで合同地区委員会は子どもたちのより良い学習環境のため現状では両校とも統合することが望ましいものの、しばらくは地域の変化等の様子を見定めるため必要があるということで、2012年7月11日に行われた春日中学校、広瀬中学校の適正規模化を検討する第6回適正規模合同地区委員会をもって、合同地区委員会は一旦解散として休会となった。2021年3月をもって閉校となり、4月からは広瀬中学校と統合し、名桜中学校となった。ありがとうございます。